はい、エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、買い物に行こうと思ってですね、車に乗ったら気づいてしまいました。エルカチャンネル、カメラ越しにわかるかな。あ、こうすれば見えるかな。フロントガラスがですね、割れてるんですよ。当たった箇所がここだと思うんですけど、まあ、そこからこうやって2、30センチは走ってるんじゃないんでしょうか。外からもちょっと見てみましょう。エルカチャンネル、光が当たってるのでちょっと見づらいですけど、ここですね、当たった箇所で、こっちにこんな感じで走ってここまで行ってます。一昨日乗った時はですね、まあ雨だったんですけど全然気づきませんでした。今朝買い物に行こうと思ったらこんな感じになってたので驚きました。エルカチャンネル、さすがにこのまんま放っておくわけにはいかないので、車屋さんに電話してみようと思います。あ、すいません、ムーブでお世話になってますですけど、はい、お世話になってます。お久しぶりです。ですね、フロントガラスにですね、飛び石かなんかで当たってて、今朝気づいたんですけど、ちょっと割れてるっていうか傷が入ってるんですけど。結構長く線が入ってるような感じ。そうです、当たったとこから20かそんくらい線が伸びてる感じですね。あ、入ってます。あ、できる件大丈夫よ。あ、そうですか。どうしましょうか。とりあえずガラスは先取ろうかな。あ、保険さんだけ一応連絡しとってもらっていいし。あ、わかりました。じゃあもうガラスはこっちにもう取ってから、はい、できる段取りしてから預かろうか。あ、了解です。これってもう修理あれできないんですよね、こんなんな。うん、もう線が入っとるならもう交換するしかない。あ、なるほどですね、わかりました。じゃあ、保険屋さんの方には電話入れときます。で、うちの方に入れるって言ってもらっていい？あ、そちらの方にですね。そしたら多分連絡こっちにもあると思うんで。あ、わかり、わかりました。あ、取ってきます。あ、はい、すいません、お願いします。はい、ということでダメみたいですね。丸々交換になりそうです。エルカチャンネル、さっきもちょっと言ってましたけど、ガラスこれ修理難しいみたいです。丸々1枚交換です。車屋さんの方で準備ができるまでしばらく待ちたいと思います。エルカチャンネル、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。